まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。先ほどの試合の振り返りお願いいたします。はい、まあ、今日という決勝を迎えることはその今までやってきた仲間たちや、まあ、コーチ陣のおかげでここまで来れたので、まあ、自分のゴールでしっかり全国を決めたいという気持ちがあり、まあ、もう初めから終わりまでしっかりもう走り切るということを意識して、誰も負けないこの体格を持って生まれたので、そこで自分がしっかり頑張ることでチームが楽になるので、しっかり頑張るようにしてきました。次は全国です。意気込みの方お願いいたします。はい、全国ではその自分も初めてなわけですし、まあ、そのまだ1年ということで、ここからどんどん成長していく第一歩となる大会だと思うので、しっかり結果を残せるようにやっていきたいです。ありがとうございました。ありがとうございました。